はい、皆さんこんにちは。今日はですね、綿 100% のおすすめカストロコート、グリーン系ですね、 OD とかグリーンとかオリーブとかですね、3品はですね、ちょっと比較していきたいと思います。まず、朝日町の3055と相和の3000番、そして立花菊の3012で、弊社でよく売れてるですね、グリーン色の綿100のいわゆるカストロコート、昔からですね、カストロコート3品はちょっと比較していきたいと思います。はい、まずはですね、こちら朝日町の3055ですね、こんな感じです。私165cm の 60kg ということで M サイズを着用してきました。サイズの感じはこんな具合ですね。で、続きましてこちら相和の、3000番ですね、こんな感じですね。はい、続きましてこちらですね、立花菊の3012です。ちょっとね、ゆったりしてる感じはしますね。はい、ということでですね、3メーカー着てみたんですけど、まあ、着た感じ、本当もう着た感じなんですけど、まあ、全部 M サイズで、立花菊さんがね、割とゆったりしてるのかなっていう感じですね。相和さんも若干、まあ朝日町は意外とね、ジャストフィットって感じですね。あの順番に言うと、朝日町、相和、立花菊って感じで大きくなってるような着た感じの感じでした。重さなんですけど、さっきちょっとですね、重量計で測ったんですけれども、朝日町が 936g、M サイズですね、M サイズで 936g、相和がね、1キロ以上ありました、1000g 以上あって、で、立花菊が821ということで、やっぱ立花菊さんがね、意外と軽い、意外とでも軽かったですね。やっぱ相和ね、着た感じ、やっぱずっしりきました、重量感すごいあるんで、着てるなって感じですね。で、相和、立花菊に関しては、こう、ソフトな感じになってました。まあ、重量感で、まあ、イコールね、厚みにもちょっとなってくるんで、まあ、相和の方がやっぱこう重量感あったんで、生地の厚さっていうのは非常に感じられたかなと思います。で、金額なんですけど、金額は朝日町、今弊社の、2021年の段階で販売価格なんですけども、一番安いのが相和ですね、3000万が6350円、税抜きでね。で、次は立花菊の6800円、そして朝日町の8410円ということでね、なってます。まあ、これ考えるとコスパで言ったら、立花菊さんはね、日本製なんで、金額と非常にバランス、日本製の割には非常に安く作れてるんじゃないかなと思います。で、暖かさなんですけども、暖かさは重量感があるんで、相和が一番ね、暖かい感じがします。で、朝日町さんとね、立花菊さんはね、着た感じは同じようなこうずっしり感ですかね、重量感だったんで、本当にサクッときた感じはそんなに変わらないかなと思います。まあ、一番暖かいのは相和かなと思います。中のボアの感じですね、こちら朝日町のタイプですけど、なんかこうブロックっぽい感じですね。で、色は、ベージュになってます。毛足はね、そんなに長くない感じです。で、こちらが立花菊の裏ボアですね、こんな感じですね、毛布みたいな感じですね、毛布みたいな感じの肌触りと仕上がりになってます。こちらは相和さんですね、で、色はベージュで、なんかもこもこやっぱボアって感じですね、裏ボアって感じのボワボワ感、あの羊感ありますね。まあ、これ一番あったかそうな感じがします。はい、ということでですね、3色ちょっと並べてみました。朝日町の朝日町相和立花菊ですね、で、朝日町はダークオリーブ、相和はグリーン、そして立花菊は OD ということですね。3メーカーともちょっと似たような感じなんですけど、色の名称も違うというところで、まあ、グリーン系のね、カストロコートということなんですけど、これはね、ちょっと相和さんはね、グリーンという割には若干本当に小豆色っぽい感じになってます、身頃に関しては。朝日町と立花菊に関しては、まあ、グリーン系ですね。で、本当にグリーンっていうのはもう立花菊のこの色が完全にグリーンって感じですね。これはどうでしょう、まあ、グリーンといえばグリーン、まだグリーンだと思います。これをね、グリーンっていうとちょっとふんって思う色ですこれあと綿なので、やっぱ染色のって結構難しくて、毎年ちょっとね、こう色がブレる部分では若干あるとは思います。でも
立花菊さんに関して言えば日本で作ってますんで、そこのブレは非常に少ないと思います。でモアの色に関して言えば朝日町さんに関してはグリーンですね、完全グリーンな感じで、ソーガさんはベージュですね、どちらかというとベージュっぽい。立花菊に関してはこれもグリーン、グリーンだけど茶とグリーンの中間の感じですね、まあ、これ一番いい感じですね。色合いで言って一番群っぽい感じのいわゆるカストロコート、皆さんが求めてるであろうカストロコートを一番近いのは立花菊じゃないかなって感じがします。ということで3品番ですね、比較してきましたけど、まずですねサイズの感じね、サイズの着た感じ、ちょっとこうぴったりタイトに着たいっていうんであればこちらの朝日町のが一番タイトだったかなと思います。その次は立花菊でソーアって感じです。価格で言えばね、やっぱソーアさんがちょっとだけね安くなってました。重量感、重たさはね、重たいのはソーアになりますんで、まあイコールそれが温かさにつながるのかなというところであります。まあいろいろね見た中でサイズ感とか、まあ、色合いとかですね、あと価格、あと重さ、サイズ感で、まあ、見たところですね、まあ一番バランスがいいのは立花菊の3012じゃないかなと思います。まあ、何よりも日本で作っているのが非常に信頼感がありますし、細かいですねこういう縫製のところとかも非常にきっちりしてます。であと安定感、色の安定感とかですね、質の安定感って非常に高いので、まあ一番トータルバランス優れているのは立花菊の3012かなと思います。まあ各々ですねいいところありますんで、またこれ比較してですね参考に購入していただければと思います。ご視聴ありがとうございました。今日ご紹介した商品は買えますよね。買えます。どうすれば買えるでしょうか。弊社通販サイトアルベロットユニで買うことができます。下にねリンク先貼っておきますんで、こちらで飛んでご購入いただければと思います。